どこが好きですか？どこが好き？良すぎて引いた。引かないで。全部？サナお風呂入ったよ。お風呂入りました。衣装めっちゃ可愛くないですか？あれ作ってもらったんです。とってもとっても可愛くないですか？あれね、手編みなんだよ。手編みのニットなの。あざとニット、すごくないですか？メンバーそれぞれのめっちゃ可愛いでしょ。おすごいでしょ、超かわいいんですよ。うん、みんな手編み。そう、リボンついてて超かわいい。なんかミリニャとマイカがピンクベースで、私とユーリが紫っぽいベースなんだよね確か。そう、私は肩がなくてミリニャはもうここら辺全部なくてみたいな、そういうデザインです。結構なんかバラード歌って感じなんですけど、ダンスもねめっちゃね意外に激しくて可愛いんですよ。ダンスもそう、椅子使っちゃって、ウィークエンドシトロン以来の椅子、そんなことないっけ、そんな感じ。結構激しいダンスなんですよね。どこが好きかいいって。あー、そう、フェイクありますね。高いのあれめっちゃ高いんですけど、いおりとのハモリのところも高いし、最後のフェイクも高いんです。そう、いおりとのハモリはサナが上ハモやって、いおりが下ハモやってるんだけど、そこもね高いの、転調するし高い。最後のフェイクも長い。冬聴きたくなるんですよね。で、あ、ビデオ通話切ないね。遠距離だから、誕生日を、相手の誕生日をね祝ったんだよ。でも切ないね。どういう表情で見たらいい？はあっていう表情で見て。そう、私の誕生日じゃないの、相手の誕生日をケーキを買って、あー見てほらケーキだよ、みんながいつもやってくれてることだね。
や、そうじゃん、みんながいつもやってくれてることじゃん。サナに、サナちゃんお誕生日おめでとう、ケーキ作ったよ、買ったよって言ってさ、あのお話し会、オンラインお話し会でさ、あーってやったとさ、自分でみんな食べてるんでしょ。みんながやってくれてることだみんながやってくれてることじゃん。同じ気分を味わいました。いつもありがとう、いつもありがとうだよ。とってもありがとう。でもいつも食べてるもん、サナは。私がどこだろう、歌で、この歌で好きなところはミリの2番、1番の私の後に歌うところが好き。同じにならないのめっちゃ低いところをちょっとウィスパーボイスで歌ってるところが好きです。あれちょっとね、みんなイヤホンで聞いてみて。結構イヤホンで聞くとなんかダイレクトに音が聞こえるからいいと思うからこれ終わったらイヤホンで聞いてみて。室内ね。おお、リップとイチゴの色だけ残るところ、それが監督の台本にも書いてあったな。イヤホンで聞いてみて。いやでもマジでね、結構難しい曲だから頑張る頑張るよ。でメロも大好き、超高い。そう、あそこも高いの。なんだっけ、一人過ごす夜を君の星で埋めて、もう高いんだ。そうだそうだそうだ、高かったんだ。頑張んなきゃ。二人でいたい。高っ。ででで、でどこが好きか言って。このままキスをしてよ。愛の証にそらつお話し会してるじゃないのよ。恋の色が捨てても愛の色で隠す、一緒のハートの重さ私に。お、すごい、どこが好きか言ってトレンド入りしてる。やったー。そう、マイカ先生なの。私はマイカ先生と同じ柔軟剤を使ってます。見て、ニキビできてんとか、もうちょっとあるんだけど、これ1ヶ月ぐらいあるんだけど、やばくない？治ったんだよ、もうね、治ってんだけどずっといるの、跡が。しかもすっぴんだからさ、マジわかりやすい。早く。好みの曲？よかった、それは。それはよかった。カタストロフィー、あ、言えた。カタストロフィー、そう、いわき市だったんですよ。
ちょうどいわき前日もいわきで仕事があったから、前日に帰サイン会終わった後にいわき帰りました。オンラインサイン会終わった後にいわき帰って、いわきで仕事して、次の日 MV いわきでして、で次の日オフだったから、そのいわき実家帰ってゆっくり次の日帰ってって感じでした。さあ、エコラフでショウコがサナちゃんの柔軟剤の話してて、あ、そうなの、この匂いいい匂いだよって言ってショウコに紹介したんだよ。カタストロフィー、競争カタストロフィー。容器にあんな場所があるなんて知らなくてびっくり、私もびっくりしました。あ、これにしたよって言ったらもう変えた。そう、マイカ先生と同じ柔軟剤にしちゃった。釣り何撮れた、ねめっちゃ撮れた。そうだ、その写真もあげなきゃ。アジなんて釣れまくりだし、この城とかも釣れたし、めっちゃ良かった。ゴルフ場、そう唐揚げ美味しかった。めっちゃ美味しかったよ。この前いわきの水族館行った。あ、アクアマリア福島かな、さばくだけ、さばいてもらっちゃったんだよ、プロの方に。なんかね、お店に持ってったらなんかさばいてくれるっていうお店があって、でそこでさばいてたくさん食べました。なんだ、天ぷらだの、なんだって唐揚げだの、お刺身だの、なんでいっぱい出てきて食べきれなかった。お持ち帰りでした、だから。美味しかった。あ、そう、この前その、なんだっけ、ミーヤのチャンネルとか、あと、あんまりチャンネルとかでもあった、でも釣れた、マゴチコチも釣れて、最高だった。なんかね、夕方らへんに行ったから、夕日もめっちゃ綺麗だったし、夜景もすっごい綺麗だったんだ。釣りハマっちゃったよ。いわき市吉野家ありますよ。釣りね、なんか釣り上げて船にこうやってお魚をよいしょってやる間に船に魚をぶち当てちゃって逃げちゃうんですよね。なんかこうやって当てちゃって魚が逃げるっていう感じだった。さよなら。どっちから釣りに誘ったの、ね、まあ、伊藤さんって分かりますよね、皆さん。伊藤さんが釣りをやっていて、伊藤さんが竹脇さんが行くって言ってるけど諸橋さんもどうって言われて行きました。伊藤さんに教えてもらいました。すごいね、こんなで超でっかいねタイとか釣るのよ伊藤さん。なんだっけな、マグロなんだっけ、なんかもうねこうでっかいやつこうやっていつもこうやって持って写真撮ってるんだよね。そいつを船を借りてんのかな、あれ借りて行ってます。超楽しかった釣り、本当にめっちゃ楽しかったですよ。こっちやっぱ美味しいんだよね。
あのね、酔い止めね、飲んでるからね、平気なんだ。すごい、みんな感想ありがとう。ツイッターで、ツイッターじゃないの、これな、X だ。X で、つぶやいてくれてありがとうございます。あ、嬉しい。好きでいてーが好きすぎる。ああ、私も好きかも、そこ一番の最後の好きでいてーのとこ好きかも。そうだね、明日はフラゲですね。刺した、そうだ、ソロコンが見れますね。あー、そうや、私も早く見たい。お話し会も追加した、ありがとう。今やってるからね、お話し会応募が。あ、ドライブデート都内はどうですか。どないですか、どないですかってどういうこと。なんかあの曲だけこうわーって感じで好き。そう、私のはタイプでにソロコンが入りますよ。あ、撮影秘密は、撮影秘は何だろう。あ、オープンカーっていいなって思いましたオープン、あとね、お弁当が美味しかったアザージャケットみんなゲットしてね。さあ、トロ、あのタイプ D のなんか、なんだあれ、初回限定版かなんかなのかな。だとね、私のソロコンのジャケットが、アナザージャケットがもらえる、あ、もらえてるっていうか、それにできるみたいな。え、なんだっけ、そんな感じだよね、確か。なので、ぜひ皆さんゲットしてください。アナザージャケットゲットしてください。サナボイスデビューしたよ、ありがとう、嬉しい。そうだ、だから早くみんなゲットしてね。アナザージャケットが私の、なんでだっけ、なんでどうやってアナザージャケットを買えるんだっけ。あれ、初回限定版なの、タイプ D の。あ、初回限定版、初回限定版、初回で買ったデータイプ D に入ってるよみたいな。わかんない、ちょっとわかんないんですけど、私もファンのみんなの方が絶対知ってるわ。まあ、みんなの方が知ってる。私もよくわかんない、私もよくわかってないんだよね。あ、いつものジョイちゃんみたいなジャケットみたいな感じ、今までのニアジョイみたいな感じか。え、だからどういう感じどういう感じ、中に入ってんのあれ。普通に生写真とか同じで CG に、あー、 CG に入ってるってことなんだ。はいはいはい、らしいです。タイプ D 買ってください。開けたら多分入ってるんじゃない、多分ね。まあ、今回のそのラストノートしか知らないと、ドライブデート都内と、競争カタストロフィーと、どこが好きか言ってのこの4曲全部めっちゃいい曲なので、皆さん、まあ、もちろんデーもね、ゲットしてほしいけども、全部
愛してください。この4曲、今回の4曲たくさん、4曲 ?1,2,3,4 曲か、4曲聴いてください。サナの推しはやっぱどこが好きか言ってかな。ツーショットって当たらなくて全然あーんで多めで買いました、ありがとう。まあね、4人だから、4人のユニット曲だからみんなが同じぐらい歌ってて、それぞれの歌声がすごく素敵で、イヤホンで聴いてほしい。やっぱこういう歌っぽい曲はイヤホンで聴いてほしいな。宝物グリーンは、配信でいつか、なんだっけ、おかえり花だよりとかみたいに、いつか配信でできたらいいですねってスタッフさんが言ってたので、いつか音源が普通にこう携帯で聴ける日が来るのかな、いつかわからないんですけどもって感じです。配信は全然決定してない、全然決定してないんですけど、まあいつかレコーディングもしたから、いつか配信でできたらいいねっていうお話だけあっただけですね。私も待ってる。ソロコンもどこまでね、どこまで入ってるのか分かんないし、多分カバー曲とかは全部カットになってるとは思うんだけど、どういう感じか私も分かんなくて、早くカンパケが欲しい、早くみんなより早く見たいもん、ヒヒヒ、みんなより早くソロコン見たいんだけどさ、全然カンパケが届かないから、もうできてるはずなんだよ、でもさカンパケ来てないからさ見れないんだよ。多分みんなと同じタイミングで知るね。明日みんなと同じタイミングで私も見ると思いますよ。いや多分カバー曲はね、いろんな問題がありまして、多分ねえカットになってると思いますけども、そうできてるんだけどね、早く見たい、見たいで見たいで、私多分一層喋んないよ、でももう真剣すぎて多分マジでショールームやってても一言も喋んない現象起こって多分バンされるんだよね。めっちゃ真剣に聞きたいじゃん自分の歌。え、かわいい、明日はお家帰って夜更かししてみちゃうよん、かわいいね、ソロコン見たさで早く欲しい、え、嬉しい、ありがとう。ありがとう。早く私見たいな。あ、そうだよ、メロディックス兄弟よ、トークパートにも出てるのでぜひ見てください。今回はおしゃべりしてますので、え、何しゃべったかも全然覚えてないんですけど、結構前だったから何しゃべったんだろう、でもいらっしゃるので見てください。フェイクの女王やば、
もっとフェイクがある曲があったら誰かにフェイクのフェイク集を作ってもらおう、ファンの人に。サナツーのフェイク集。あ、リコツネ、ありがとう。クマ花粉？花粉？私はね、本当に今回そう、秋花粉が最近ちょっと収まったの。やっぱりそれは薬をめっちゃ飲んでるのね。めっちゃって言ったら言い方悪いけど、ちゃんと朝と夜飲んでるんですね、アレルギーのお薬を。やっぱいいね、ちゃんと飲んでると。もう今も鼻声じゃなくなったし、喉も平気になったんですよ。やっぱお薬って大事。あとねそう、肌もねちょっと敏感だったんですよね、ちょっとお肌が花粉で。でもちゃんとね、低刺激のものを使う、まあ、ピリピリしちゃうから。もう本当に皮膚科からもらったお薬だったりクリームも本当なんかキュレルとかを使って、もう本当に低刺激のものを使う。で、良くなったら、まあ、保湿だったりっていうのをしてるかな。喉良くなったの、本当に。大丈夫。え、雪降り始めたの早くない？雪なの？早いね。もう雪なの？なんてこったいだよ。わあ、はあ、うん、カタストロフィーのね、本物の日だよ。どこが先かいて、このままキスをしてよ。愛の証しますように、白い肌隠して。え、明日暑いの？優しい声で言って、なんていう、なんか歌ってください。歌ってるやん今。優しい声で言って、全部満たしてほしい。明日朝でもずっと私を好きでいて。あそこの振り、あ、なんか戻ってた？ほんとだ、こんにちはこんにちは。マシュマロフラット入ったよ。チュルリチュルリ。そうなの、ちょっとさ、飲み物持ってきて。ファンタ飲みたい。ファンタ飲んでいい？じゃあモンちゃんを見てて。はい、私がいない間にモンちゃんが。うわ、おいしい。こんなに大事に思っても、気持ちいつまでも同じにならない。ファンタって最近売ってる？え、ファンタグループ売ってたよ、薬局に。ファンタグレープです。もうめっちゃ迷ったの。ファンタオレンジとファンタグレープがお隣さんにあって、めっちゃ迷って、どっちにしよう、どっちにしよう、どっちにしようと思って、ファンタグレープを買いました。その時ママと電話しながら買い物してたんだけど、ファンタグレープとファンタオレンジめっちゃ迷うって言って、ファンタグレープ入れたら、ママはファンタオレンジだけどって言ってたなんかファンタオレンジってあんま見たことなくないですか？グレープって結構見たことあるけど。ああ、そうだね、ピンク珍しかったね。メロン？触れ合う
その時そっと見つめて思い出すべてを私だけに塗り替えてよ。急になくならないで、ずっと愛を抱いて、君を失うのならば私消さってもいい。もうここ好き、デレレレ、あの3拍子になるとこめっちゃ好きなんですよね。恋の色が失せても愛の色で、ここ愛の色で隠すがタタタタタタがめっちゃ好き。一緒のハートの重さ私に預けてよ。一人過ごす夜を君の星で埋めて、すべてを捨てて二人でいたいわ。ででんででん、寂しいよね。でで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 で、カラオケ充電がたまったらね。だってびっくりした、今日ショールームやろうと思ってさ、9時ぐらいにやろうと思ってたんだけど、こっちの携帯開いたらさ、あの真っ暗で、あれみたいな、真っ暗だ。したらで充電器さしたら赤くなったから、あ、充電切れた。これショールーム用の携帯だからさ、そんだけショールームやってなかったってことやんと思いました。本当に新曲歌い出したなっつんでめっちゃ沸きました。あ、本当嬉しい。郡山の CD ショップ行く、ありがとう。新曲めっちゃ良かったです、ありがとう。明日振り上げできそう。いいね、リップチュルチュルで可愛かった。最近リップ何使ってますとかってめっちゃ聞かれるんだけど、毎回違くてさ、まあ、とりあえず最後にプルプルにはします。プルプル。新曲イオサナのハモリ高音綺麗、ありがとう。早くねライブで披露したいですね。でもあれか、1月にあるのか、あれスペーベって1月にあります？ある？じゃあそこで初披露かな、もしかして。はえ、スペーベで初披露？どうしよう、そこで初披露じゃない、絶対。わー、ピューロでも歌うのかな。え、ちょっとさ、あの衣装だったらさ、サンリオさんと合うんじゃない？まあでもスペイベって衣装のこう、あのチェンジがないから、多分ラストノートの衣装でやるんだろうと思うけど、まあラストノートの衣装でも可愛いと思う、あのダンス。あ、確かにカタストロフィーはちょっとふわーんどないって感じだよね。競争カタストロフィー、抱きしめて離さないままでいてね、壊れてもずっと
あ、これカタストリフィーもめちゃ好きだね。曲ベッドに沈みながらあなたのことを感じる。うつは強く寝た。無責任に這われた。使い古しバッテリー、きっと爆発するから。怯えたままのチャージ、その顔やめてよ。一秒の出来心地見て、瞬きで溶かしてよ願いは。をあ、そこね、私歌ってんだよ。知ってた？みんな。願いは思うだけで消え去るって、あそこね、サナと誰だっけ、サナとアンナとリサの3人でね歌ってんだよ実はね。イヤホンで聞いたらもしかしたらサナの声が出てくるかも。そうなの。あんまね、私なんか3人とかないんですよ。いつもソロか2人で歌うことがたまにあるかなんですね、毎回。で今回はそのカタストロフィーはそこがアンコロモチコとリサと歌ってて、2番はイオリと歌ってて、希望を燃やしてを2人で歌ってて、最後のところが一生苦しめてのところが知らんけどの3人で歌ってるんですよ、そこ。だから今回ね、なんかそのユニットで歌うことが多くて嬉しい。サナツの顔見てもまだ元気出ないの。元気出して、元気出して。一生苦しめてっつってさ、首をこうやってってんのやだ。全部1番も2番も3番もイオリの首を私はねこうやってやってんのやだ。でも私だったら絶対無理だよ。だってもう、くしょいってなるもんね、絶対に。くしょい。一生苦しめて私で。デリリ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 リ。抱きしめて離さない ままでいてね。あは、スタバの予約に勝った。何飲むの？何飲むの？最初のあーあーあーがめっちゃ好き。あーあああ、そこはね、サノと花ちゃんが歌ってるんだよ、あそこ。へへへ。あーなんかね、実はそうなんだよ。あ、サクパクだ。さっきなんかサクパクのツイート見た気がする。私、ありがとう、タワー、嬉しい。基本なんかいつもハモリは、あの裏でやってるハモリはね、サナとハナちゃんの2人が多い、いつも。
サナが上ハメて、ハナちゃんが下ハメてる、いつも。じゃあサクパクにこれを答えていただきます。はい、じゃーん、痛い、たーだー、サクパク早く会いたいな。どこが好き言って。じゃあサクパクに答えてもらいましょう。どこが好きですか？私の一番好きなところって、サクパクのサナの一番好きなところを言ってください。どこが好きか言って。今考えてる。一番いろんなところでギャップもありなとこでも全く選べない。じゃあギャップでね。じゃあサナの好きなところは、まあ、一番ギャップがあるところってことにして。あ、誕生日なの？嘘でしょ。 A ギャップ。お誕生日おめでとう。じゃーん、ギャップ、アンサーギャップって書きました。今日誕生日だった。 MV で、あ、確かに MV で祝ってた。すごい。そうだよ、あのケーキはサクバクの、サクバクに言ってたんだよ。そうだよ、サクバクのケーキだよあれ。 Happy birthday to you、 おめでとうございます。おめでとう。素敵な一年を過ごしてね。大好きだよ。ケーキ見ながらサナちゃんめっちゃ悲しい顔だな。違う、サクパクと電話して切った時が寂しかったんだよ。ああ、もうサクパクとお話の時間終わっちゃったっていう顔して悲しい顔してたんだよ。これからもギャップを見せられるように頑張ります。頑張ります。おめでとう。悲しい顔もギャップ、そうだね、悲しい顔もギャップだね。かわいい、さなちゃんも、さなちゃん嬉しい、さなちゃんありがとう、さなちゃんもつんどくさんもありがとう。素敵。カラオケ言おうかな。何、カラオケ言うって何？最近めっちゃカラオケ行ってる気がするんだよな。なんか歌う？室内系欲しい、冬だから。最近歌う歌はやっぱ冬じゃない？冬の曲だよ。ヒロインあるじゃん。でもね、歌えない、多分寂しくわからない。でで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 でヒロイン。ででででででで
わないな。ふわりむずいな。ひまわりはねねー気づかず笑っている。中で手加減ましてて、そんなことも気づかず、そんなことも気づかず、ただ中で手加減ましてる、そんなことも気づかず笑っている。僕のヒロイン君が、こういうサビはちょっといける気がする。どこか寂しさで、ひまわりは今日だってずっと咲いてる、君のおかげって言えなかった。僕からのパワーはいつか届くのかな、いろんなこと？こと挑戦したくなるよ。君を見てると不意に目が合ったあの時間も、ちょっとした表情さえ追いかけて止まって止まって追いかけて止まってくれない、気になっても思い出す。なって何歳になっても、ね、なんどうやって歌ってんの、何歳になってもわかんない何歳になっても思い出す。あ、オッケーオッケーオッケー。何歳になっても思い出すね、オッケー。主人公はいつも気なんだよ。あの日から変わってしまったんだ。どんな楽しかも考えられない。絵の具だけな。いよいよ。あ、ここね。なぜでいてほしい。にゃ、世界中はにゃ、なに、つないでほしい、世界中は、世界が君、世界は君だけが動かしている、つないでほしい、世界は君だけが、だけが動かし、だけがね、だけが動かしてる。オッケーオッケー。暑い夏の日もどんな時も好きだ。オッケーオッケーオッケー。いけるんじゃない？ちょっと一回行ってみる？ちょっとうろ覚え。いつもさ、こうコンサートとかでこうやって聞いててさ、曲だからさ、ちょっと最近聞いてないのよ、ヒロインちゃんをさ。え、でもわかんないかも。うる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 うがね、ちょっと初めて歌ってみるよ。ちょっと今はでもいい曲だよね、めっちゃめちゃめちゃいい曲だよね。チャレンジ
歌えなくてもごめんね。なんか歌いたいけど、何歌っていいかわかんないや。暑い。ちょっと暑くなってきたよ。メタメタ今日はよく眠りそう。よかったわ。
冬曲じゃない？ザ・ビーフズ？これさ、キー一個下げると分かんない音程なとこあんだよね、イオリのパートのとこ。なんか分かんなくなっちゃうけど、まあいっか、まあいっか。しよく光る雪、薬指リングに言うと思ってた。 I need you、 君の笑顔を嫌いを避けてた。 Love you more and more is better。君のスペシャルメニュー Baby、 仕事今日は忘れて、そうバスケットのチキン、大きいホールケーキ、夢を抱え帰る二人で過ごそう、クリスマス。ここはちょっとよくわかんない。白く光る雪、薬指リングに合うと思ってた。僕たちには大人すぎるワイン、グラス傾けて乾杯。小さいツリーに飾り付けをして、恋を彩ったら I promise、 冬の君に何度恋するんだろう。Love you more and more is it。 ちょっと今日は明るく歌ってみよう。このまま Feel love for you、 思い出たから箱を開けたら全部こぼれそうで、キラキラ閉じ込めて胸の奥で鍵をかける。今日の出来事だって宝石に変わるよ。チェックスカート愛しくて冬ラララ Sweetie、 君を好きな理由、そう楽しい気持ちを抑えらんないとか、幸せだと笑う、君を愛するよいつまでも。今日だけスペシャル、ケーキは切らずに二人で食べ、あの頃より大人になったし、もっと素敵に恋しよう。キラキラバスボム、光るバスルーム、溶けるように笑って、 I need you、 今日の君をずっと忘れないように。 Need you more and more this winter、 儚くて繊細な勇気、同じように大切にする、君を壊さない。
冬です、冬です。あと1曲ぐらいで終わるね、持つかな。持つかしら。今日の待ち合わせ場所に僕は駆け足、君が振り向いた勇気で光る宝物。ちょっと待って、聞いて、泣いて慌てる僕、笑う君、風になびく長い髪はどこ、美容室シャンプーの甘さちょっと慣れなくて、変なリアクションでごまかす、短い髪の知らない君は変わらない、笑顔で横にいる、全ての瞬間逃さないように、デッドボルタは君がいらない、君ははにかみショートで冬のプリズム、粉雪をまとい光さえも操った、何にも言わずにキスをしたなら、後が色づき街の景色変えられる、心のキャンパス君だけを描く、溶けないでこの浮気と名もにゃ僕は手のひらで転がるだけ、混み合ったこの街を踊るようにすり抜けて、二人手をつないで走ろう、初めて見た映画の帰り、初めてキスをしたあの道を、全部全部を忘れていないんだ、サイトも質感もそのまんまで夜はキラキラが灯り、恋はプリズム、今日は星空がいつもよりも眩しくて、寒いねと笑う横顔がいる、どうしようもなく君が好きと感じてる、大きなダイヤはまだ買えないけど、君だけだと違う、大きな声で自慢したいよ、僕の恋人が可愛すぎる、他の誰かに見つからないでね、君のために君のために生きる、君じゃない思い出なんて必要ないから君はハニカミショートで冬のプリズム、粉雪をまとい光さえも操った、何にも言
つもね本当になんかアナコンダみたいに鼻と目だけ出して私の様子をいつも伺ってるの。あなたには興味ないですよっていう素振りを見せながらいつもこうやって覗いてんの。可愛いんだよ、あざといんだよ、あざといんだよ。お久しぶりだね、サナタ。あ、カナタンお久しぶりだね。何してたの何してたの。そうだね、ユニットの MV 見ながら見てるよ。ありがとう、ちょっと見てね。あれ、その携帯あった。見てね、皆さんのツイートを私もこのショールームが終わったら見ますんで。わっ、カルパッチョ持ってる、嬉しい、ありがとう。あと今あれ、あ、ありがとうね、わたるさん、ありがとうございます。今お話し会の応募がやってるので、ぜひよろしくお願いします。みんながさ、見たいって言ったクリスマスツリーも11月、あ、間違えた、12月24日の2部にやるから。そうだよ、やばい、買わなきゃツリー。やばいやばいやばい、ツリー買わなきゃツリー買わなきゃいけないの。ドンキには見つけたの。買わなきゃ。相変わらず可愛いね、嬉しい、ありがとう。会いに来てよ、買わないといけないんだよ。明日の12時までパボボボがやってるのかしら。そうだっけ、多分。だから会いに来てね、待ってるから。明日ショールームやるの？明日お昼ってことだよね。明日はね、やれないと思う。明日はね、ちょっとやれないと思うので、今日申し込んでください、皆さん。今日皆さんの申し込んでくれたら嬉しいな。今回のシングル何やろうかなと、コスプレ。
あ、嬉しい。おと、ありがとう。追加してきた、ありがとう。追加してきた、ありがとう。なんだせっちゃん、さやかちゃん、ありが、はまちゃん、ありがとう。たくさんたくさんもう聞いてね。あ、そうだよ、あの12月24は2部も3部もコスプレするし、まあ来年かな、あとお話し会コスプレなんか したいな。何やってないんだろう。でもほとんど制覇しちゃってんだよね。あっ、お友達になりたいからお話し会欲しくない、ありがとう。さなつのお話し会、この絵来てよ、来てよ。ねえ、樹木って樹木っていう方やめてよ、ちょっと可愛い釣りないのかな、ちょっと可愛くない釣りしかないんだけど、なんか可愛いツリーのコスプレあったら皆さんなんか URL 送ってください。ちょっとお願い、サナボイスで可愛いツリー、なんかもう本当にこういうやつしかないんだって。お話、え、初めてなんだけど僕もコスプレした方がいい、うん、してそう、顔だけ出てるやつしかないんだって、可愛いやつがいいのに。いいんだけどさ別に。まあね、それをあのツリー、もしその可愛くないツリーだったらもう絶対にもうモーメントにも絶対写真載せないし、当たり前にインスタ、おしゃれなインスタにもツイート載せないし、待って、それで思い出すとインスタも更新しなきゃいけないし、ちょっと終わります、やばい、インスタ更新しないと。じゃあねー、明日のお昼の12時までだから待ってるよ、お話し会、あと MV もたくさん見てね。バイバーイ、ありがとうございました。あ、ランキング読まないと。1位が束縛、あ、束縛タワーありがとう。2位がアキララさん、3位がユイが、4位がリコツン、5位がシズティ、6位がヨチヨ、7位がリョウキ、8位がマユピチ、9位がヤマちゃん、10位が双子座のユーナ、11位がコウタ、12位がジロリーニョ、13位がメグちゃん。ありがとうみんな、おやすみ、バイバイ、またね、また配信します、バイバイ。